ボロボロだけど、すごく立派な椅子が一つだけある。これも貴族のこだわりの一つなのか？また貴様たちか。しつこいぞ。つかぬこと？悪くない。ふさわしい言葉だ。いいだろう。私も心が狭いわけではない。以前の無礼は水に流そう。何か話があるのであれば、聞いてやらなくもない。うわ、すっごく上から目線だ。なるほど、同志であったか。光、すなわち貴族の栄光。貴様、実に忠義であるぞ。いいだろう。元から私の本意は貴様の品格を試すこと。やはり貴様もその道を歩むものであったか。試してたのかよ、回りくどいやつだな。うん、礼儀作法については合格だ。この短期間でよもやここまで進歩するとは。その言葉遣い、一体どこから学んだのだ？なるほど、聡明だな。モンドの愚民どもと比べ実に逸材である。貴族の血統であれば無限の未来があったはずだ。あ、そうだ、オイラたち手土産を、ご飯、些細な贈り物をどうぞ受け取ってください。なんと、これは漬け野菜肉炒め。外面を取り繕っただけでなく、しっかりと内面も磨いてきたか。今の若者でもやろうと思えばできるではないか。ちょうど長いこと食べていなかった。いや、食事の時間だ。ありがたくいただく。おお、香ばしい。やはりこの味だ。変わっていない、この酸っぱさ。これこそが貴族にのみ理解できる味である。おお、そんなに言われると味が気になってきたぞ。いいだろう、貴様たちの誠意は受け取った。ここまでしたのは何か私に用事があるからなのだろう。そこまで知っているのか。それは我々一族の機密。いいだろう。その礼儀作法、将来有望な逸材であることは間違いない。信頼に値すると見た。では私について来い。ちょうど今人手が必要だったのだ。遠方から来た友に会いに行く。彼らならローレンス家の栄光を取り戻す手助けをしてくれる。礼儀作法だけでオイラたちを信用したのか？さあついてこい。それで何もかもわかる。あいつが言ってたのってファデュイじゃないよな。もしファデュイにバレたら大変だ。何か対策はあるか？おや、どうしてマスクを？そうだな、あやつらの実力が相当なものであろうとも、モンドにおいては我々の地位の方が上。そうなれば確かに容易に正体を晒すべきではないな。お前の機転が効いたおかげで怪しまれずに済んだな。では引き続き進もう。彼らには貴様が私の客人であると説明しよう。私たちに賛同する者はたくさんいる。すぐに会えるだろう。
少し前にセピロス騎士団の人間がこの場所を片付けたと聞いてな。モンドではやはりここが隠れるにふさわしく土地も開けている。ボロくて貴族の品格にはそぐわないが、それも我慢するしかあるまい。っていうか、もう少し早く歩けないのか？無論お断りだ。貴族はいついかなる時も優雅さを保つ必要がある。落ち着きがなければみっともないからな。やっぱりファデュイだ。やっぱり？城内でよく見かけるからな。相当な実力者だろうなって思ってたんだ。ただの野蛮なよそ者だ。努力はあるが教養がない。まあ取引の対象としては利用価値があるがな。待った、この者たちは。話す必要はないと思うが、私が連れてきたんだ。客人に決まっているだろう。客人に無礼を働けばローレンス家からの咎は避けられないと思え。しかしこのことは機密中の機密、用心に越したことはない。貴族の行いを貴様が指図するな。これ以上の無駄口はごめんだ。道を開けろ。偉そうに。こいつに何ができるって言うんだ。わかった、入れ。貴族のメンツって便利なんだな。当然だ。これが名声という力だ。前世紀であれば貴族に対しあんな言葉遣いで話すなど言語道断だった。貴族の目くばせ一つで人の生死を決めることだってできた。その栄光もいずれ私が取り戻す。こいつどこかで会ったような。こいつは信用できないものを勝手に連れてくるのはやめてもらいたい。私の新たな盟友だ。ローレンス家の名に誓って彼女を信じてもらって構わない。我々の計画は機密なんだ。部外者を参加させるわけにはいかない。それに最近騎士団に外の人間が加入したと聞く。モンド周辺で活発に行動しているらしい。それはありえない。彼女は旧貴族の礼儀作法にも詳しい。私も彼女に敬意と信頼を表す必要がある。騎士団の人間はこの種のことを否定し続けてきた。こんなにも完璧に礼儀作法をわきまえるなど絶対に不可能だ。その小さいのも。オイラがどうかしたか？もういい。私の言うことすら信用できなくなったのか？誰のおかげでモンドで行動できているのか忘れたわけじゃないだろうな。ローレンス家の支援がなければとっくに騎士団に追い出されていただろう。貴様は私の友を侮辱した。今すぐ心から詫びてもらう。わかった。あんたがそこまで言うならもう何も言うまい。本題に入ろう。約束していたモンド城の防衛地図は持ってきたか？ああ、当然ここにある。どれどれ、なんでこんなに見づらいんだ。線がくねくねしている。それにこの四角や丸はなんだ。なんだと？それは私が長時間かけてコツコツと書いたものだぞ。それにそれは四角や丸ではない。セピロス騎士を表すマークだ。まあいい、見づらいがどうにか理解はできる。この情報が正しいという保証はあるんだな。当然だ。安心するがいい。それとローレンス家の旗を騎士団本部の屋上に掲げる約束を忘れるなよ。あの建物の所有権並びにこの町全体の管理権はローレンス家のものだ。ああ、互いに利のある取引なんだ。利益の駆け引きをするつもりはない。この情報は存分に使わせてもらう。
そうだ。外交に影響を及ぼさないためにも、いかなる場合でも我々の身分を明かさないでくれ。安心しろ。このことは私と貴様、そして私の友人のみが知ることだ。他には誰もいない。その時が来たら、私は騎士団本部の屋上からモンドに対する奴らの軟弱な統治を批判してやる。全ての市民は今一度このローレンスに屈服するのだ。帰ってきた。私は帰ってきたぞ。最後に一つだけ忠告だ。軽率な行動はよせ。ではこれで。ではこれで。急にどうしたんだ。モンド城セピロス騎士団栄誉騎士、そしてその最高の仲間パイモン。お前たちの邪悪な計画を打ち砕きに来たぞ。私を騙しただ。我々が誇る礼儀作法という噂で私の信頼を騙し取ったのか。そういうことを盲目的に信頼する方が悪いんだぞ。長きにわたり計画してきたのに、こんなことでバレるなど。待っていろ。やはりこうなったか。最初からこんなバカな貴族を信用すべきじゃなかったな。しかし情報は確かに手に入れた。時間を無駄にはできない。あいつら別々の方向に逃げたぞ。中は行き止まりだったはず。先にファルイを倒して、それからシューベルトを捕まえよう。待ってます。まだ剣よ、影に従え。音が聞こえる。すぐに終わらせる。行け。はっはっ。行くよ。陣営のごとく。ふわっ。よっ。そろそろ。見えないだろ。頑張るよ。はっ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 。いけ。えっ。よっ。扉が開いたぞ。早く。えっ、あれは。えっ、離せ。自分で歩ける。どうやら間に合ったようね。確かにファデュイがたくさんいるわ。あれ、君もここにいたの？調査は終わった？まさか、こやつの礼儀作法は全部お前が教えたのか。しかしお前はそんなこと気にもしていなかったはずだろう。それに一族のしきたりを部外者に教えるなど言語道断。ああ、そんなこともあったっけ。それでそうしちゃいけない理由でもあるの？お前は一族のタブーを犯した。私がずっと準備してきた計画を台無しにしたんだぞ。おじさんがすごく力を注いでいたのは分かっているわ。でもこれはやってはいけないこと。もちろんそれくらい知っているはず。セピロス騎士として見過ごすわけにはいかない。まだセピロス騎士などとんたわけが。いいか、私はお前のおじだ。お前はローレンス家の人間で、一族の栄光を取り戻すことに専念すべきなんだ。今ならまだ許しを請うチャンスをやろう。そこのセピロス騎士を全員やっつけて私と来い。そうすればお前のために話を通し、やり直す機会を与えよう。ちょっと意味がわからないわ。セピロス騎士にセピロス騎士をやっつけろって。もう一度言う。お前はセピロス騎士などではない。我ら一族の末裔だ。ローレンス家の血が流れている貴族だ。一族の意志に従わなければならない。でも今の今まで私がいつ一族の意志に従ったというの？お前大逆無道なやつめ。怒るべきなのは私の方だと思うけど。
自分がローレンス家の一員であると知りながらモンドの安全を脅かすことをしようとしているなんて、一体どれほどの人に迷惑をかけるか、そしてこのことを鎮めるために私がどれほどの人から恨みを買うか考えたことある？私に説教しようというのか、この私に？そうよ、説教しているの。おじさんが最も大切にしているローレンス家の名においてね。私はおじさんが言っていた栄光の時代を経験したことがない。それに対する一族の強い固執も理解できないわ。それでも物事の良し悪しを判断するくらいの能力はある。自由がモンド人にもたらす意義もね。ローレンス家は絶対におじさんが考えているようにはならない。なんておぞましいんだ、一族の恥さらしめ。よもや一族にお前みたいな大逆無道な化け物が現れるとは。情緒不安定になってるぞ。優雅さのかけらもないな。何を言っているかわからないわ。彼を連れて行ってちょうだい。私と栄誉騎士はまだやるべきことがあるから。君たちが動いたということはもう決定的な証拠をつかんだということでいいのかしら。さっきこっそり見たんだけど、お前のおじさんがセピロス騎士の見回りルートといろんな情報を全部地図に書き込んでたぞ。はあ、ただの自堕落な中年かと思っていたけど、まさかここまで執着していたなんて。この一件はしっかり覚えておくわ。ひとまずその地図を回収しましょう。にしてあげる。ネクラマシ。聞いたみたいだ。逃がさない。陣営のごとく。わめきなさい。頑張るよ。見逃さないでね。はっ。急がない。ふん。よっ。瞬く間に。うざいやつ。一応目を覆えば音が聞こえる。まずはこれを。さあ踊るよ。それ行け。わめきなさい。聞いた時間か。はい。やっとよっ。せっ。
の乱れを切り尽くせ。大した気走行の恩瞬く間に、ふわっ行くよ。それ根こそぎにしてあげる。避けられないようだな。はっ、はあ、行くよ。はっ、キリがない。行け。はっ、一斉に構え。バゲイに歯向かったことを後悔させてやれ。瞬く間に、兵糧のようにうなれ。見逃さないでね。陣営のごとく、ふわっ、やっと、いでよ。静かに封じよ。聞いたみたいだ。さあ踊るよ。それ見えないだろ。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。せ、音が聞こえる。行け。一応目を覆えば。聞いたみたいだ。行くよ。瞬く間に、よっ、風と共に去れ。まずはこれを。封刃。見えないだろ。聞いたみたいだ。さあ踊るよ。うざい。よっ、まずはこれを。陣営のごとく、はっ、根こそぎにしてあげる。聞いたみたいだ。わめきなさい。我が剣よ、影に従え。これね、追っている間にコピーを作られたかどうかまではわからないけど、少なくとも彼らの操り人形であるおじさんがいなければモンドに攻め入ることも容易にできないはずよ。ファデュイがお前のおじさんを頼る必要なんてあるのか。
確かに。でも操り人形を通してモンドを支配するのではなく、単純に攻めるだけならこんな回りくどいやり方をしていなかったと思う。いかにファデュイでも今すぐ攻め込んでくるとは思えないわ。そうなったら彼らの相手はモンドだけにとどまらないもの。とりあえずこのことは私から代理団長に報告しておくわ。きっと彼女がきちんと処理してくれるはずよ。そうだぞ、現れるタイミングがバッチリだったぞ。それは以前私の追っていたファデュイを君たちに撃退されて手柄を奪われたでしょ。だから今回は君に復讐するために来たのよ。手柄を奪われたのなら奪い返すってね。ひひ、ここまで長い時間一緒にいるとお前の話もだんだんと分かってくるな。本当はうすうす気づいてたんだろ、こっちに何かトラブルが起きるかもしれないって。それでオイラたちとお前のおじさんを心配して正体を引き連れてきたってことだよな。復讐しに来たの？勝手に私の意思を曲げないでちょうだい。でも小さいの、見た目は賢くなさそうなのに意外と頭が働くわね。この恨み覚えておくわ。見た目は賢くないってどういうことだ。二人とも、これで私たちは深い敵同士になったわね。覚えてなさい、君たちが灰になっても絶対に忘れないんだから。おう、かかってこい。その息よ。じゃあ私は地図を騎士団に持って帰るから、後のことは私に任せて。あ、また会おうな。もちろんまた会えるわ。次会う時私をがっかりさせないでよね。